ハンカチ落としとは、ハンカチを用いた野外、または屋内で行う遊び。ハンカチ落としに興じる日本の子供たち参加する人は、鬼とそれ以外に分かれる。鬼以外の人は縁になって内側を向いて座り、鬼はハンカチを持ってその縁の外周を走る。鬼は気づかれないように一人の背後にハンカチを落とし、ハンカチを落とされた人は、鬼が一周して自分のところに戻ってくる前に、 鬼を追いかけなければならない。鬼がハンカチを落とした後、追いつかれることなくハンカチを落とされた人のところに座り込めば、鬼の価値となり、鬼を交代する。追いつかれた場合には、再び鬼とならなければならない。また、鬼が一周してくるまでハンカチに気づかず、鬼にタッチされた人は、縁の中心に座らされて、遊びに参加できなくなるというルールがある場合もある。この場所は、 便所などと呼ばれ、新たに便所に入る人が現れるまで出ることができないが、便所の人への配慮として、鬼が5回変わるまでなどの時間制限が設けられることもある。ハンカチ落としは一定の条件をつけて、プログラミングの問題に応用される。具体的には、全員が等速で、鬼が一周回るまでに必ず気づくという条件をつけた上で、円を 最初の並び順と逆の並び順にするときの全員の早々高距離を求めるプログラムの作成などである。ABC 麻酔と仕活プログラマ脳を鍛える数学パズル、2015年、245ページ。ISBN4 から79814から 245X。ありがとうございます。